んちゃん。川鉄のギャーギャーフットボー ル, ギャーギャーフットボール。いや、ポーズ付き。はい、ということで今日も現役大学生でサッカー好きの加藤壮子と、はい、川越でイタリアンカフェブライトンカフェのエビ鉄です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。鉄さん、今日のゲストどんな方なんですか？ね、紹介するに当たらない。おいおいまた声がしてしてそうですね。いや、またね、この埼玉を拠点に活躍されている方を呼びました、はい、はい、お、では早速ご紹介しましょう。はい、バンデゴールキーパーアカデミーの代表、野口圭介さんです。はい、こんにちは。どうも、よろしくお願いします。あ、いや、紹介するに当たるでしょ。そうだね、大変失礼しました。ゲスト呼んどいて早い早い早い、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。またね、ゴールキーパー専門のスクールを、はい、そうです、開いてんですよ。そうです、埼玉でゴールキーパー専門のサッカースクールをやっていて、うん、なんで通ってる子どもたちは、うん、みんな各チームに所属をしていて、そうや、少年団とかクラブチームとか、そうです、そうです、そうです、うん、で、家庭教師じゃないけど、こう塾みたいな形でキーパーを習いに来るっていう、だからコーチもキーパーだし、子どもたちもキーパーだし、まあ、1クラス20人ぐらい全員グローブして、コーチもグローブしてるみたいな、で練習してるみたいな、そういう団体です。すごいよね、もうそういう時代なんだよね、多分ね、いろんなポジションの専門ごとのスクールでキーパー専門って、はい、逆にその小さい時からもうゴールキーパーって決まってるんですか、そういう子たち。なんか対象の年齢は、まあ、4年生、5年生、6年生と中学生なんだけど、うん、まあ、3年生とかでも自分の意思でたまにこうやりたいとか、うん、ちょっといたりとかする子はたまにいるかなっていう。あ、なるほど、うん、あとは学年が上がればあれですよね、なんかだんだんそっちの流れじゃないけど、自分はキーパーなのかフォワードなのかとかっていうので、うん、徐々にねっていうところで、じゃあキーパーやってみないってコーチに言われたのがきっかけで、習える場所を探そうかみたいな形でうちに来るみたいな流れかなっていう。あれ、拠点は埼玉の？拠点は今やってるところの場所で言うと、うん、曜日で言うと月曜日が狭山、狭山、火曜日が北与野、北与野、うん、木曜日が富士見の、富士見で、土曜日に浦美園で今やってます。すごい、はい、4会場で全部あれだね、やっぱ埼玉県のいろんなところで網羅、ね、はい、してますね。うまく被らないように。川越では、川越ではやってない。ああ、あれはやってないか。そうそうそう、スクールは。そうなんです、そうなんです、そうなんです。川越やってた時期もあったんですけど、うん、ちょっと時代とともに場所が変わりながらみたいな形で。でも、まあ、ケイちゃんと言わせてもらってるんだけど、いろんなところでコーチの経験あるもんね。あ、そうですね、はい、もう大学とかいろいろね。今もそうですね、やってます、やってます、はい、ねえ、だ、経歴的に言うと、東京大学でゴールキーパーコーチをやらせてもらったので。東京大学って、あの東京大学、東京にある大学でしょ。そう、あの、あっち方面に登った方面にある大学ので僕も本当にそうやって聞き直したぐらい、うん、聞き直したんですよ、うん、本当にそういう依頼があった時に、うん、いや、でも実際は、実際は本当に赤門の東大って言われて、一回ビビってみたいな、そういう経緯があって。もう本当東大のサッカー部の、そうです、ゴールキーパーコーチで、その話が来たのも、うん、僕が、今その専門学校、サッカーの専門学校行ってた時のキーパーコーチの恩師が、うん、今ちょうど浦和レッズのトップのコーチやってる工藤さんっていう方で、その方から、圭介ちょっとやってみる話ないか、あ、やるかみたいな言われて、うんうんうん、東京大学なんだけどって言われて、うん、あ、やりますって言って2つ返事で電話切った後に、もう同じように、うんうん、すいません、大学の名前聞くの忘れたんですけど、うん、どこの大学になりますかって言われていや、だから東大1個しかねえだろっつってすげえなって言って、まあ、でもそういう自分の世界観にないところの話だから、うん、チャンスかなと思ってやったっていうのがきっかけで、そこでやらせてもらった経験が。ちょっとだけ興味本位で聞きたいんだけどさ、うん、東大のサッカー部のゴールキーパーってどんな人たちなの？いや、でも
やっぱ普通、どういうこと？いやなんかコーチそれ全然言ってること分かんないんですよ。ああでもそう、いや理屈からなんかいやもうでもそれは衝撃的だったのが、はい、やっぱりあるでしょ。多分僕たちの感覚って、はい、コーチに行けって言われたら行きますみたいな、うん、でやって成功したってなるじゃないですか、うん、行けって言うとなぜ行くんですかって聞かれた時があってなぜかをまずちゃんとこうこうこうで、はい、このタイミングだとこうなるからこのタイミングで行くことがベストだと思って今伝えてるから、うん、次そうなったら行ってみなって言われて、うん、なるほどって言って初めてやる。あやっぱそうだ。で、まあ、でもそこから一回そこがハマっちゃえば、うん、もう信頼があるから次からは池で行ってくれるけど、うん、やっぱ最初はなぜですかっていう、うん、その自分に腑に落ちる回答が来て初めてチャレンジするっていうのはあったことで、でもそれがきっかけで僕は喋るっていうことを大事だなっていう、なるほど、伝え行け行けっていうこと、うん、知ってる側の人間が感覚で言っちゃうことじゃなくて知らない側が分かる共通言語で活かせるっていうのは指導者としても大事なんだなっていうのは、うん、そこはやっぱきっかけですごい学べたかなっていう。確かに。東大のサッカー部の方ってこうずっとサッカーをやってきた方がやっぱりほとんどなんですか？ずっとやっぱやってきてて、で気づいたら自分が頭良かったみたいな。あ逆だ、そうなんだ。でまあそっち目指そうかっていう子も多かったりとかっていう。東大に入ってきながらさ、サッカー部まで入るって子はやっぱ好きなんだよね多分。ですよね。やっぱりその意識レベルもやっぱ高くって、うん、やっぱその自分たちは勉強だけじゃないっていうところも証明、勉強ができるからこそサッカーもできるっていうところをやっぱ証明していきたいっていうのも一つテーマとしてやっぱやっていたので、うーん、頭よくいいだけだろって言われたくないっていう、そういう意味ではやっぱりスポーツマンシップにのっとってやってるのかなっていうところは、すごい熱いものは。それすごい経験だね。いやすごいありがたい。ちょっと緊張するよね、東大生教えるって。もう100年の歴史ですからね東大サッカー部そうなんだ100年の歴史、東大サッカー部100年の歴史の中で、うん、僕初めてゴールキーパーコーチとして就任って100年史に載ってるんですよ東大の。あそうなんだすごい、すごくないですか。すごい、ちょっとビビりましたよね。ビビるよね、はい。だからもう勤めてるあの OB の方たちってもう各業界の重鎮の方が多かったりとか。あそりゃそうだっていうのはあるんで、やっぱ写真撮るときもなんかこういう四角いハットをかぶってこうに紐みたいなそれ卒業式ねそれ卒業式だけなんですけどそっかでもすごいすごい経験ですよ。やっぱ僕大学行ったことなかったんで、うん、そのやっぱ大学っていうとのやっぱ一番名門なわけじゃないですか、うん、すごいですねやっぱ。あそれはすごい経験だ。でなかなかやっぱりこうサッカーコーチってレベルの高いところを目指すのはできたとしても、うん、学力の高いところから来るってちょっと違うじゃないですか、うんうん、違うね。やりたいからやれる場所じゃないから、うん、そういうのでは3年間って価値あった。3年間もやったの？はい、3年赤門くぐったんです、そうっす。そこ3年間行って、まあ、ちょっと ありがたい話、ここのキーパースクールやってて、うん、まあ、忙しくなってきたので、うん、まあ、契約を最後終わりたいっていう風に言わせてもらって。あそうなんだ、はい、ちゃんとそういう風に区切りで。はい、だから元々は2年で終わる予定だったんですけど、まあ、学生からやってほしいって言ってもらえたのと、うん、やっぱその総監督がすごい評価してくれて、うん、あそうだ、なんでもう3年目の契約と同時に今年で終わりっていうのも付け加え てもう3年で終わりっていうか、だから僕的にはいい形で出してもらったっていうか、今でも連絡取ってありとか、そういう OB 会の集まりだったら呼んでもらったりとか、うーん、っていうのは。だってキーパーってまあ特別だもんね、うん、他11人プレイヤーいたらその中の1人だから、うん、なんか濃密な時間を過ごしてそうな感じだよね。辞めて6年7年経つけど未だに会ってますからね、その時のキーパーのメンバーと。そうだよね、すごい面白いです。じゃあ東大教えて、でそれからいろいろ。そう、東大教えて、まあ、あとクラブチーム教えたりとか高校教えたりとかもしつつ、うん、今は、埼玉県にある尚美学園大学、はい、かわいいじゃないですか、女子のゴールキーパーコーチをやっていて、はい、なんで今やってるのはスクールの活動と大学の女子を教えてるっていう形で今活動、僕個人としては。あとはうちのスタッフは他の大学派遣したりとか、はい、やってるんですけど。尚美大学とかは週何日ぐらいが決まってるの？まあ、コロナ禍が今年あったんで、うん、ちょっと うまく帯同順応できるように固定ではないんですけど、週3週4ぐらいで行ったりとかっていう、試合帯同できるときは行ったりとか。結構多いね。
でもあのうちの団体の活動をメインで考えてくれてるので、うん、うちの活動に支障がない形でって言ってくれてるので、そこで活動してます。へー、はい、すごいね。ゴールキーパーってまたなんかね、なんか初めてな感じだよね。こう来てくれたゲストですね、ゴールキーパーは、うん、なかなかニッチな活動をしてるねってよく言われてるので、うん、いや本当。え、自身はいつからキーパーやってるの？僕は小2からサッカー始めて、小学校4年生の時に初めて練習試合、田舎の町に育ったので、静岡の掛川っていうところで、あのシュートの町ですね、はい、この世代は多分シュートだ、サッカー漫画の有名なシュートっていう、ほらあるじゃん、ほら今ほらほらほらあるじゃん、あるじゃん、あるじゃん、あのあれのね、あるじゃん、ほら好きかってやつ、あシュート、そう漫画、あの漫画、それもう一世風靡した、風靡したね、2000見せた方がいいんじゃない、はい、これいいこと言った方が、全然知らない顔した今やっぱそうなんだ、いやそこでやってたんで、当時昔ってあの今の子たちみたいにいっぱい試合ってなかったじゃないですか、なんで土日の活動の練習だけして帰るっていうのがもう普通だったから、うん、で4年生で初めて対外試合っていうのをやった時に、でも初めて練習試合するから誰もポジションが決まってなくて、はい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 、でたまたまその時のコーチ監督が、うん、で一番最初にキーパーやりたい人って言われた時に、うん、僕一番に手を挙げたかっただけで、キーパーとかうんぬよりも一番っていうワードに全くキーパーなんて興味なくて、一番に手を挙げたくて誰よりも先に手を挙げたのは自分の意思なんですよ。でもキーパーやりたいっていうのは意思じゃなかったんですよ、うん、でじゃあケイちゃんって言われて、うん、先発みたいな、うん、それがきっかけです。本当にそれだけです。そっからブレることなくずっとキーパーやってます。もうそっからだ、本当それだけです。きっかけはもう本当それだけです。それはまあハマったの、楽しかったの、いや何も考えず、何も考えず気づいたら本当にそれだけです何それ。でたまたま初めての練習試合で、うん、僕が一番最初に手を挙げたんですけど、うん、もう一人の子も手を挙げて、うん、その後にキーパー僕もやりたいって言って、うんうん、じゃあじゃんけんでどっちが先に出るかっていうので、うんはいはい、負けちゃったから僕は後半って言ってて、うん、前半でその子が出て、うん、まあボロ負けするんですよね、うん、初めての練習で、うんうん、だからその子も嫌になっちゃってキーパーがね、で僕しかいないみたいな、うん、それだけです、本当それだけです。自分でもだってその出て初めてやってみて点取られたらしたでしょ。いや全く覚えてないです、その試合手挙げたことしか覚えてないです本当それだけですエピソード薄きっかけのエピソード薄、でもここまで続いてるっていうのは、そうだから何があったんだろうなと思って、途中でほらそのだんだん楽しみを、いや何なんすかね。いやでもやっぱりこうキーパーってこう失点がつきもののポジションじゃないですか、ねうん、得点の喜びってないから、うん、でもなんかどうなんだろう、それが苦になったことはなかったっていうか、うん、逆に言えば得点の喜びを知らないから比べるものがなかった、ね、そうだっていうところで、多分もし比べるものがあったら、うん、フォワードとか憧れてたとかもしれないですけど、うん、もうそれが僕のポジションっていうのを思ってたから、うん、そこはぶれることなくずっと、そうだ、だってどっかのコーチがさ、じゃあ今日はおケイちゃん今日トップやってみろって言ってフォワードやっちゃってさ、うん、でたまたまいいゴールが決めちゃったらさ、いや本当そうだ、やっぱりうわーってみんなが駆け寄ってくれるしさ、うん、でも途中の年齢ぐらい 5,6 年生とかみんな、うん、みんな上手くなるじゃないですか、うん、そうするともう僕キーパーしかやったことなかったんで、うん、もう映れなかったんです映りたいとかじゃなくて映れなくて、うん、もうね、はい、もうこれしかないって、だんだんポジション的に上手くなってくるのもあるから、でまあ幼少期から割と体は大きい方だったので、あそうなんだ、はい、なんでまあ小さいキーパーとかって言われたことなかったんで、うんまあ、そのままそう進んでったっていうのが流れですね。じゃあもういいっつっちゃいいよね、生っ粋のゴールキーパーだね、恵まれてたと思います、うん、でやっぱまあスクールの話とかになっちゃうんですけど、やっぱ僕埼玉来てすごい衝撃的だったのが、うん、キーパーの親御さんからよく聞くのが、うん、コーチとかからすごい罵声を浴びる、キーパーが、そうそうそう、うん、なんでキーパーそんなんも取れねえんだよとか、うんうん、やめちまえとか、お前のせいで負けたとかってすごい言われるらしくって、僕そういう人生を歩んでこなかったから、うん、だから続いたのかなっていうコーチに恵まれてて、お前のせいって言われたことは一回もなかったし、じゃあ入れてあげないよ点数をっていう風なコーチばっかだったんで、うん、だから続いてきたのかなっていうのがあって、だそういうのも含めて、まあ、今こういう活動もしてるみたいな形だなっていう、その自分、
少年団がそのチームの時はキーパーコーチとかいたの？いや、どういう種、もう普通のコーチが教えてくれる感じ？いや、教えてもらうことはなくて、うん、なんか選抜とかに選ばれて初めてたまたまコーチがいたそうだよね、とか、そうなんだよね、その時にたまたまキーパーの人がいて教えてもらったっていうぐらいで、うん、でもそれはその時の当時からしたらもう教えてもらえて嬉しいみたいな感じでしたね。だって自分たちなんか時はもうキーパーコーチなんていないし、キーパーやってる人がコーチやってる、うん、ほらお父さんだったり、うんうん、もっとゴールキーパーやってるっていう人いなかったから。いや、いなかったです、いなかったです。ただただ手袋はめてゴール前に立ってたって感じで、ね、いや本当そうです。僕たちの時代それこそ運動がちょっとできない子とか、ただでっかい子っていうのがやってるポジションっていう、うん、ジャイアン系だよね。いや、イメージだったんで、だからそうやって考えたら時代は進みましたよね。そうだね、はい。キーパーってやっぱ一番すごいポジションだなって思うんですよ、私。ありがとうございます。どのポジションももちろんすごいと思うんですけど、例えばボールロストしちゃった時って後ろがいるじゃないですか、うん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 、でもキーパーって後ろにもうゴールしかないから最後の砦っていうイメージがあって、あ、そういった部分でもちろんなんかこう自分の飛び出しとかそういうの一つでチームの状況が変わることもあるし、うん、まあ、逆に失点につながることもあると思うんですけど、そこに立ってるこのなんか勇気がすごいなって思います。ありがとうございます。まあいいことじゃないです。いいこと言ってない、いいこと言ってない、全然いいこと言ったのこっちです、うん、そう。いや、でもその通りだと思います。あと一番難しいポジションだと思います、うん、ですよね、うん、難しいよね、はい、よくお話しするんですけど、うん、キーパーをやるにあたっては今の時代だったら足元も求められて、うん、まあ、もちろん手を使う飛ぶっていうことも求められて、うん、指示をしろってことは戦術も理解しなきゃいけない、要は監督コーチ業と同じってことは誰よりも多い仕事を小学生がやらなきゃいけない、そうですよね、っていうのに教わる環境が一番ないっていうのはすごく、ね、でも沢ちゃんが今言ったように試合の要を担うポジション、勝敗を担うのに、うん、そこが一番手薄いっていうところは、まあ、今の日本の課題でもあるのかなっていう。そうなの、特にさ小さい時とかはさキーパーにさもっとコーチングしなきゃとかさコーチは言うんだけど、うん、キーパーのコーチングを教えたことないから、うん、そうですよね。そうなのにこっち側は喋れって、喋れもっとほらディフェンスをさとかさ、確かに難しいと思います、習う環境がなさすぎて、ね、でも、ね、大人がやっぱ教えちゃうと間違ったエラーが起きるのが、やれてる感覚の人たちの大人が子供に言っちゃうから、うーん、言えとかやれとかって言っちゃうけど、うんうん、全く無知の子からしたら何をどうしたらいいかがわからないから判断材料がまずない、うん、そうですよね、知識がないから意識することすらできないっていう、うん、だから意識できないんだから無意識に何かをすることは絶対できないのに、うん、もう知識がある大人がやれっていう言葉だけで終わっちゃうから、そういうところもやっぱ大事なんじゃないかなって。うーん、今いいこと言いましたね。いや、うん、なんかちょっとあれなんだけどね。あんまりだったか。なんだ、あの寒い時に見るようになっちゃうからね、うん、気をつけてね。徐々にそうなんです。でも自分でさ、ゴールキーパーコーチを、はい、のそういうのを特化したのを作ろうと思ったきっかけなんだ。もともと僕は普通の幼稚園の子とか子供たちの教えサッカースクールのコーチ、いわゆる普通のフットサルコートでよくやってるコーチを6年ぐらいやってたんですよ、うんうん、でそこでたまたま僕の経歴がコーチとして乗るじゃないですか、うんうん、キーパー出身みたいな、うんうん、って言ったらそこのスクールで通ってる子たちが、うん、の親御さんが実は息子がキーパーやってて、うん、なんか教えてもらえませんかみたいなのからちょこちょこ始まり、うん、あ、まあ、ちょっとこういうのやってみようかな。あ、そうなんだ。いろんな親御さんからこう、はい、教えてほしいという声がかかってきて、そうそう、でニーズはあるのかなって思っていた時期にちょうど、まあ、6年7年やってた時に、うん、まあ、このままコーチってどういう生き方あるんだろうって悩んでたところでもあったんで、うん、まあ、独立をしたいなってふと思ってた時に、うん、当時だとこう僕たちの時代でいうと中田世代なんで、中田秀、はい、例えば中田選手が隣のフットサルコートでスクールをやっても勝てるものってなんだろうって思ったら、中田選手はキーパーを教えないけど僕はキーパーを教えれるから、それは彼に勝てることだからやってみようかな、確かにね、なるほど、確かにね、他にこう有名なね大きいスクールがあってもキーパーに限っては自分を教えられると、
で、まあ、して調べてみたら、まあ、キーパーどんスクールどこにも埼玉には今なかったから、うん、まあ、やれるかどうかよりはやってみれば、うん、まあ、それこそさっきのポジションの位置、見るタイミング間違っちゃった。今に見るべきだったのに、ね、今こっち見ながら喋らなかった。まだもうちょっとあったんですけどね。だそのタイミングで、まあ、とりあえず、まあ、やってみれば後付けでも一番最初にやったって言えるじゃないですか、うん、だからまあやろうって言ってとりあえずやってみた。なるほど、うう今の良かったですね。今のそういう感じです。あ、そうだな。そうそうそう、本当そのぐらいの感じで始めてみたっていうのがスタートで、うん、もう始めたのが何年？2010年に立ち上げたんで、もう12年目になります。うわすごいね。そうそうそう、もうじゃ着実にやってきたんだね。いや、どうなんですかね。でも最初は本当にもうそのクラスだけじゃ食べていけなかったんで、うん、もうずっとバイトしながらずっとで、やっとその今の生活っていうかプロとしてやっていけるっていう風になったのが30歳になった時だったんで、うん、それは何年前ぐらい？7年前です。7年前、はい、それまでは本当にずっとバイトを掛け持ちしながらスクール活動しながら、それこそ東大で教えながらとかっていろんなことをやりながらっていう形でやってたんで、すごいね。今どれぐらいのこう、アンダー12と、うん、それから大学生とかどれぐらいの割合の教えてんの？子供たちもいっぱい。基本的にスクールの子たちはもう小学生がほぼメイン、うん、7割方小学生、うんうん、もう3割方中学生、うん、まあ、高校生も何人かはいるんですけど、はい、それぐらいの割合です。で今人数は80人ぐらいかな。で80チームから埼玉の80チームから集まってみんな来てくれてる。あ、そういうことか。そうですよね。そうだよね。いや本当だよね。ゴールキーパーを教えるってないもんね。だからなんか子供たちは週末の試合で同じそのうちのスクールの子たち同士で戦うことも多くなってるみたいで、面白いね。うん、でうちあのゴールキーパーグローブ自分たちで作って、それはバンデ。バンデっていうグローブを作って。もう子供たちがそれはめてるってことはうちの生徒なんで、ああもう分かる。あの曜日が違っても会ったことなくてもそのグローブはめてるってことはバンデの子だよねってなるから、親御さんたちもそれで結構面白いみたいで、そういう風なかその交流も増えたりとか。いいですね。いいね。面白いですよね、うん、埼玉県のみんなゴールキーパーしてる人がバンデのグローブだったらそんな素晴らしいことないね。いや本当そうっす。あいつの番でこいつの番で、あ、そうそう。でもやっぱこの前あの中大連で全国大会出た子がいて、うん、その子ネット記事でたまたま全然知らずに見てたお父さんがバンデのグローブをはめてて、うん、あ、うちのバンデの通ってる中学生のクラスなんだって知ってとかっていう、そういう形でも、でその子の中学生に言ったのがそうやって自分の活動がいろんな人に影響を与えるよっていう風な言葉にも変えれたりとか。なるほどね。まだ教育にもなるんだ。すごい面白い活動できてるなって自分では思ってるんですけど。それはすごいね。バンデグローブって自分でこう作ったっていうのはどういうこと？なんかポイントが入ってるってこと？いや、そうそう、ポイントと、うん、あともう全部デザインから全部自分作ったの。そうそう、で、すげえ。パキスタン海外で、うん、もう一回言って。パキスタン、パキスタン、パキスタン、パキスタンで作ったの？パキスタンです。パキスタンで作ったものを日本に寄せて、うん、うちの生徒にだけに売ってるっていう。パキスタンにはどうやってこうやり取りしたの？いやもうインスタですよね。マジで？そのパキスタンのグローブは他と何が違うんですか？いやまあ多分パキスタンが主流っていうか、そのグローブを作ったり生産する。ああなるほど。日本とそういう、うん、こういうあのあれがあるんですよ。条約とかで結んでるから、うん、輸入とかそういうのがしやすくて、うん、関税があんまりかからなくてっていうので、うん、である日突然 DM がスクールのインスタからに来て、うん、興味はあるかみたいな。あ、そっちからパキスタンからあっちから興味があるのかって言って、うん、いや興味はあるっていうところが翻訳しながらこう、うん、英語できたの？そうそう、僕英語できないんで翻訳使いながら、うん、こうであでこうでって言って、じゃあこの形でこうやって作ろうっていうのをこう1年ぐらいかけて、試作品を 2,3 回作って、うん、じゃあここはもっとこう長い方がいいとか、うん、ここが硬いから柔らかくしてくれとかっていうのをやって、すげえ、初めて完成したみたいな。なんで日本で初めてじゃないですかね、スクールで作ったオリジナルのキーパーグローブって。確かにそんなやり取りとかしてグローブ作るってイメージないよね。ないですね。アディダスとか何かさ、そういうところの買うみたいなイメージだけど、お店に行ってみたいな、うん、完全オリジナルバランだ。そう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 、それ全部作って面白いかなと思ってやってみました。なんかそしたらでもそういう副産物の影響力があって、うんうん、まあ、やった作ってよかったかなっていう。へえ、やっぱ質もいい。
多分あの一般で売ってる価格のものと同等の1万以上のものよりも、うん、もう価格も下げて販売して、うん、うちの子たちだけにっていう形で。すごい。いいですね。絶対使うものじゃないですか、キーパーグローブって。もちろんそうだよね。それがあのローコストでうちのブランドを使えるってなったら、うん、まあモチベーションも選手たちが上がるかなっていうふうに思って作ってたんですけど、うちのその FC 西武大シニアのゴールキーパーの方なんだけど、うん、グローブいらねえなとかいう時あるのね、なんでグローブすんのっていう話題になって、でもう一人のゴールキーパーも、いやなんでですかね、昔からしてますけどねって。やっぱゴールキーパー手袋するのはルールじゃないもんね。いやそうですね、ルール上は別にしなくてもしなくてもいいんだもん、ね、しなくても全然問題ないです。でもやっぱりキャッチしやすかったり、いやもうもちろんまあクッション性があったりとかするんで、うん、まああと例えばちょっと濡れてるボールだったら手だったら滑っちゃうっていうところが滑らないとかっていう、うん、でもやっぱりその使わないっていう感覚は分からなくはないです。あそう、食感あの何ですか、ボールの感じがやっぱ手の方がフィットするっていう、そのあでも僕はないと怖い、手がちっちゃかったんで。なるほど、あなるほど、手がちっちゃい、ちょっと補えるところもある。そう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 、あなるほどね。逆に言えばスパイク履かないでサッカーしないのなんでですかっていう。いやその考えたことないよね。そんな感じです、ね、そんな感じです、それと同じです。そうなんだ、やっぱそうなんだね、うん、だから自分に合ったサイズのグローブをちゃんと選びましょうっていうのも言ってるんですけど、うんうんうん、よくちょっと大きめの買ったりとか、うん、ちょっと大きいのだとちょっと触れるからって言って、うん、触ったところで入っちゃうから、うん、しっかり確かにはめようねっていう。ちゃんとなんかでもなんかだいぶあれだよね、シンプルになってきてるよね。シンプル、昔はなんかさもっとゴワゴワしててさ、なんか一個一個がなんか 太くてね、うん、でもうち結構太めの太めのやつなんですけど、はめるとすごい細身のタイプと同じぐらいのやつっていうのはちょっとこだわって、うんそうすると手が大きく見えるんですよ、ね、見える。それはちょっと威圧感も当たると。まあ、でもこう指が開くことではめやキャッチがはめやすい、やっぱこうやってなっちゃうよりは閉じるよりはいいのかなっていう感じ。なるほど、こうなるように作られてるんですね。そうそうそう、ちょっと厚みがあるように作って。そういえばそれゴールキーパーって昔よく帽子かぶってたよね、キャップ、キャプツバのイメージですか。そうだよね、今帽子かぶってるキーパーってあんまいないでしょ多分。あどうな、でも小学生とかは全然いますよ。いませんか。小学生はいるかもしれない。あのゴールキーパーはほらよく帽子かキャップかぶるね、つば付きの。もちろんほら眩しかったりして上から来たボールとか。うーん、でも若林くんはあのボールで帽子ではたいたからね。あれルール違反ね。これ届かないんだよ、手でジャンプしても届かないところを自分の帽子を使って、うん、あ若干ね、かさ橋。なんスポーツ的行為ですね。あれも、完全なファールです。ダメだろ、あれ。ファールですか。高橋おじ先生。道具使ってます。ちょっとルール知らなかったからじゃ。ルールいっぱいありますよ、あの、間違ってるところいっぱい。そうだ、あれはダメ。ダメですね。ダメか。そうか。そんな形で活動はしてます。へぇ、ね。やっぱなんかあの、例えばプロの試合とか見てると、うん、いいチームって、ゴールキーパーがすごい声を出してるなっていうふうに思うんですね。いいですね。ちゃんと、やっぱりあの選手と選手が見られない部分を見られてるのってゴールキーパーだけじゃないですか、うん、でそういうのを教えるっていうのもあったりするんですか。あそれこそこの前直近であのオーストラリアの試合、うんはい、をちょうどあのスクールの活動があったんですけど、うん、ちょっと天気もぐずつきそうだったから、うん、どうしようかなって思った時に、うん、その時間帯にまあ代表戦があるから、うん、ちょっとずっと昔からやりたかったんですけど、うんもうそこの練習やめて、うんまあ、せっかくズームとかの今時代があるんで、うん、ズームでみんなで同じ映像を見ながらコーチが解説するよ、すごいやったんですよ、うん、要はなんでそれやろうかなって思ったのが、うん、やっぱ試合を見る回数って僕たち昔よりは増えてるじゃないですか、うん、SNS が増えたことで、うん、で見ることはあっても誰かと見るとか、うん、今のああだったって喋ることだったりとか、うん、そういうことって多分今減ってるはずなんですよ、ね、確かに、うん、だからコーチがこういうことはこういうところでスペースを見てもらいたいんだよとか、うん、こういうふうに声かけてるよね今ポジション見といてっていうふうに前半こう伝えて、うん、じゃあ後半は自分たちでそれを意識しながら見てみようかって言って家族と会話しながら見てねっていうふうな活動をしたりとか、はいはい、結構面白かったみたいで子供たちは、質問も結構なんでこのポジションなのって聞いたりとか、ここキーパーの立ち位置の、そうそうそう、 であとはこういうプレーがフィールドで増えると、まあ、崩されやすいよ、うん、要はワンタッチの縦パスとかが入ると
崩されやすいから、どういうシーンでそういうのが起きるか見てね、うん、そうさせないようにディフェンスラインをコントロールするのがキーパーだよっていうのをリアルタイムでこう見ながらこうやれるっていうのを、それはいいね。ちょっと勇気がいる活動ではあったんですけど、練習休まなきゃいけないんで。そうだよね。でもそこら以上の価値を求める必要があるなと思いながらやってて、確かに確かに。でも意外と好評、好評で、うん、面白かったっていう風に、他の曜日のお父さん方とかお母さんから他の曜日でもやりますかって聞いてくれたりとか、へえ、うん、なんか小さい時からそういう意識があれば自然と身につきそうですよね。そういうのはすごい大事かな。大事だね。でさ、ダゾーンさ、今回代表戦さ、普通のダゾーンと、あと裏解説の中村健吾と、あ、ありましたね。あと、あの鹿島だったディフェンダーの内田篤人さん、中田、あ、違う、岩政さんとかのは、後ろからのテレビで、うん、後ろから、普通サッカーって横画像じゃん。あ、はい。後ろからの画像で、その5レーン、うん、とかの、そう。を解説しながらやってて、わ、後ろからサッカーこうやって解説すると面白いねって言ってて、そういえばキーパーもさ、こっちのこうだけど、こっちはどうなってるかっていうのもさ、ああいう場面で指導になるじゃん。はいはいはい。あれって一番キーパーがさ、指導できるじゃん。こっち攻められたらこっち引きようみたいな。うん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 。でもああいう画像でサッカー見たの、初めてだったから。ああ、面白いですよね。うん。だから見てて、だから逆に言えば僕、あの画面で見るのが見慣れてるんで。そうでしょ？はい。この、こっちでしょ？はい。こっちじゃなくて。確かに。うん、横だと逆にその、キーパー的な観点の物事の見る場所が見え、映ってないじゃないですか。そうだよね。ボール持ってないところを見なきゃいけないから、うん、だからそういう部分では面白いですよね。そう、今聞いてて、あ、キーパーこの目線での指導って、うん、そうだよね。やっぱ面白い。来たもんね。結構いろんなことやってんね。浅く広く。ね。やってます、やってます。だから、なんか、その、キーパー、ってなんか教えることいっぱいあるんで、うん、やっぱ蹴り方とキャッチの仕方、喋り方とか、喋り方ねとかっていうのもやっぱりコーチングってこと？そうそうそう。だからそういう分ではやっぱり網羅していかないと、うん、まあグラウンドに来て体を動かすだけが練習っていう風な捉え方はしてほしくないんで、うん、まあいろんな活動をしながらそういう風になればいいかなって思ったりとか、まあそれこそあの今年の夏は、うん。まあ、コロナ禍ではあったんですけど、まあ、感染対策しっかりしながら初めて合宿、うん、久しぶりに夏合宿やって、うん、あのキーパー専門のサッカースクールがボールを持ってこないでキーパーを一切しないっていうサッカーをしない合宿をしたんですよ。はいはいはい。どういうこと？どういうこと？だからもう遊びしかしないです、うん、2泊3日遊びっす。ボールいらない？だから持ち物にボールって書いてないんですよ。スパイクもマジで？それはもう、それどっちかというと、もうレクリエーション、それともゴールキーパーにつながるような要素を含んだのか、それとも単なるコンビなの。いや、含んではいるんですけど、表向き上親御さんたちはもう遊びに行きますとしか言ってないです、うん、こういうことを求めますとは一切言わないんですけど、うん、もう30名近くがすぐにボーボー来ている、うん、で結局やったのが、うん、伊豆に行ったんですけど、うん、まあ、1日目に、うん、まあ、ワニパニック、あのバナナワニ園わかります？バナナワニ園でワニの体感見よっ ってみんなで見て、すげえ微動だにしないみたいな感じで子供たちと話しながら、絶対ふざけてる、超面白いみたいなって言ってて、でそこで夜は卓球大会テントあの用意して卓球で、うん、こうしっかりとボール見るっていうさ、うん、つって千里眼だろみたいな言い方しながら、うん、いや確かにみたいなつって動かないとダメだって何でも付け加えられるじゃんって言って、で2日目はあの野球場の施設を貸し切ってキックベースやりましょう、うん、完全に遊びだね。でって言われるじゃないですか、うん、で子供たちも言うんですけど、うん、遊ぶのって言われるから、いや違うだろうって言って、キックベース全部埋まってるからって言ってて、うん、何があって、だってピッチャーどうやってするのって、手で投げ、ディストリビューション配球じゃん、キーパー取ったら、お確かに投げるだろって、確かに、じゃあバッターはって言ったら、うん、あ見るの忘れちゃったけどバッターはって言われたら、転がってきたバックパスをたま時には大きく蹴らなきゃいけない時だってあるよねって、うん、じゃあそれがキーパーのクリアでしょ、じゃあ大きく飛んできたボール、ディフェンスの裏越えたボールどうすんのったら、取らなきゃいけないから、それフライのキャッチでしょ、キャッチ取ったらどうすんのったら、繋がなきゃいけないから、うん、蹴るでしょつ、一塁に送球するの蹴った方がいいでしょ、うん、蹴るパントキックじゃんつ、うん、サッカーの練習じゃねえつって言って本気で遊びました。なるほど。なんかちょっと説得力あるんだ。いいこと言ってる。いいこと言ってる。
確かに。でそれ本気で遊んで、うん、場内アナウンスもオンにして、うん、何回の裏みたいな感じで、あなるほど、ね、本当に野球場だ、もう本当に野球場です。ああの甲子園のや高校生がやるようなところでもう貸し切って、うん、6時間ぐらいキックベースやってやりすぎで夜はバーベキューやって、ああでその勝ったチームで肉のランキング決めて、ああ1位が A5 ランク、2位がただの豚肉、3位がソーセージみたいな感じでやって、うん、で3日目ただ海入って帰るっていう、ほんとそれだけ遊び。それは小学生、小中学生、小中学生、中学生もそれ楽しんだ。結構中学生も来ました。こっち、なんだよ、買ったりよとかなかったの？でも、僕常に言ってるのが、楽しいことかどうかって判断する前に、楽しめる人間になることが人生楽しいんじゃないっていうふうなことを言ってるんで、見れないな、今。だそういうのを言ってるんで、すごい。もう来るってことは、やっぱそこを楽しめる子が来るので、なるほどね、はい。もうそこに来たら、全力で楽しむ子たち。もうそういう子たちがいたんで、もう何やっても結局楽しんでくれるっていう。そういうことをこうサッカーを通じて教えられるっていうのもすごく指導者としては大事なのかなっていうふうに思ってて、そうだよね。でもなんかその中で普段サッカーしかやってない子たちから日常を見るっていう生活ってなかなか僕たちってないじゃないですか、コーチって。そういうところで意外と片付けをすごいしてくれた子だったりとか、気遣いができる子だったりとか、自分の身支度をしてる子だったりとか、意外とサッカーではきっちりしてるけどそういうところがルーツだった子だったりとかっていろんな部分が見れて、こう多角的にその子を見れるっていういい経験にもなったのかなっていう。そうだよね。小学生になるとやっぱ自分の片付けとか準備とか、ご飯の用意とかでいろんな性格も出るし、そうで今回その合宿もダメっていう言葉は使わなくて、だ携帯持ってきたかったら持ってくればいいんじゃないって言ったし、うん、何したっていいんじゃない、うん、ただそれがどういう風な活用の仕方で周りに影響があるのかっていうのを考えた方がいいよっていうだけは伝える。考えさせてるね、うん、携帯でもう携帯を持っていくことがダメなんじゃなくて、うん、携帯を持ってきて一人で遊ぶからダメなんでしょ、うん、それをみんなで共有して何かを映像を見たりとかって、それすごい便利なものだから、確かにね、そういうことを考えた方がいいよっていう。やっぱダメっていうのって簡単じゃないですか、うん、確かに。だからそういうのをこうやりながらっていうのは合宿でやらせてもらえたっていうところですね。いやもう決まりましたね。いや今日ちょっと決まった、今日決まりましたね。いやもういいかな、じゃあ、うん、いいっすね、巻いていきましょう。もう全部言い切った。はい、ありがとうございます。もう宣伝しきりました。いやでもすごいね、やっぱ考えてるね。なんかやっぱサッカーキーパーって一番考えなきゃいけないわけじゃないですか。確かにそうですね、俺そう思うよね。だからそういうところでもこういろいろ考えられるような仕組みをアクティビティ使ってやってみたいな、そういう活動は面白くやってます。特にさ、こう時代の中で特にポジションで言うならキーパーって本当変わってきたと思うんだよね、うん、立ち位置が。そうですね、僕がキーパーやった時ってバックパス、スローイン、キャッチしてよかったの、うん、味方からの来たやつを。でも今ってダメじゃないですか。ダメだよね。ってことは僕たちがやった時のキーパー像と今やらなきゃいけない子たちのキーパー像ってもう全然違うのに、違うよ、ね、僕たちが教えてるんですよ、うん、そうだよね。ってなったらやっぱり僕たちも学ばなきゃいけないし、本当だから俺たちができたっていう時代のできたは彼らの今の時代ではできてないキーパーなんで。そうだよね、全然違うもんね、うん、だそういう部分ではやっぱ僕たちがそういうところを学んでしっかりと落とし込めるっていう指導者にならなきゃねっていうのはこうスタッフ共通でやってはいるんですけど、だってさ、キーパーのキックの精度がこう取り上げられたなんて、自分の中ではノイヤーとか、あ、そうですね、あとはレッズの西川とか、うん、その前でそのキックにこうフォーカス、飛べばよかったですもんね。そう、飛べばよかったっていう、遠くに飛べばよかったっていう。今なんかそのキーパーが長いボールを蹴ることが戦術の一つになってるチームもありますもんね、うん、あれ速攻には効くよね、うん、だからやっぱりそう、でもそれってフィールドと同じ同等のレベルを求められてるわけじゃないですか。そうだよね。なのに手も使わなきゃいけないって言ったら、やっぱり今キーパーやってる子たちって本当はリスペクトされなきゃいけない。そうだよね、いや本当ですよ。だってそれもさ、あのライナーで蹴るじゃん、うん、低かったり少し、ね、高かったり、あれって自分もやろうとするけどできないよね、あのキック。でもなかなか難しいと思う。あれ難しいよね。なんかボレーシュートのような、ハーフボレーで、ハーフボレーのような、あの抑えて蹴るっていうのはサッカーやってても できないと思う。だからキーパーってこう今日本だとやっぱやりたくないポジション
って言われがちだけど、うん、やれないポジションっていう風に子供たちには僕言ってて、うん、やれないところを君たちやれてるってことはすごいんだよっていう風に、やっぱ自分で価値観を上げていかないと、うん、こうマイナスマイナスで考えるよりは、そういうのもやっぱ日本全体で指導者がそうやってやってあげないと、うん、やっぱ日本は強くなっていかないですよね、なかなか。しかもこうどのポジションもそれぞれなんていうんですか、大変なところがあるっていうのはもちろんだと思うんですけど、うん、あの試合の中でチェンジがあるじゃないですか、うんうんうん、あのこっちのポジションフォワードディフェンス、うんうんうん、でもキーパーってチェンジするっていうのまずないっていう中で、チームの中にだいたい4人とかキーパーいますけど、その枠を取れるのってたった一人で、そうですね、すごいよね。シーズンを通してだいたいその人が取り続けなきゃいけない、うん、そこになるっていうのがまた大変だなって思います。間違いないです。それさ、メンタル面はさ、みんそのもう少し今子供少年だとあれだけど、うんうん、こうセカンドキーパーの子たちの そのモチベーションのそうですか、大変ですよねきっと。だ まずそのもちろん出るために頑張ってやるけど、うん、出るだけが目的になっちゃってると多分メンタルは持たないのかな、うん、なるほど。あ、出るために何を頑張ってるかっていうことが大事であって、うんうんうん、っていうのと、あとはやっぱりそのチームとして、うん、セカンドっていうキーパーの人の価値がどれだけ大事かっていうところはやっぱりチーム全体として持ってあげないと難しいのかなとは思います。そうだよね。結構セカンドだと例えばこうファーストキーパーが、うん、じゃあ出場停止になっちゃいました、うん、大事な試合ですっていう時の、うん、なんかもうピンチヒッターっていう感じ で、うん、そうですね、それもやっぱ頼むぞみたいな、こううち月1回全クラス集めて座学会をやってるんですよ、勉強会をやってるんですよ、はいはい、必ず、まあ、今だとオンラインもあるので Zoom とかでやってるんですけど、うん、まあ、その中でじゃあキーパーが変わる状況下ってどんなことかっていう話をしたことがあって、はい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 、キーパーが変わるときって必ず不祥事だったりとか何かピンチのことだ、うん、がメインだと、うん、フィールドとは違う、うん、フィールドが準備しとけって言ってアップしてからやるわけじゃないと、うん、ってことは常に出れる準備にしとかなきゃいけないし、いつ出るかなんて考えて交代するポジションじゃないから、うん、普段からベストなパフォーマンスを出せてるところで、うん、いつチャンスが来てもっていう風にしなきゃいけないよね、うん、っていう風に言うと、彼らは自然とベンチの子でも常にアップをしてたりとか、レギュラーと同じ戦術を理解しようってなったりとかっていう風にはなってきたみたいなんですけど、でもそういうところの小さいところの声掛けからやっぱ変えていかないと、いきなりセカンドのメンタリティがって言われても、うん、多分難しいなっていう、ね、思います。例えばさ、自分なんかあの狭山にある狭山アゼラ FC っていうところでコーチやってて、キーパーコーチいないのよ、うん、でもちろんね、ケイちゃんとかにお願いしたり、あとは個人的にスクール行ってもらえばいいんだけど、結構少年団とかクラブチームもそうなんだけど、うん、キーパーの子にこのどういうスタンスで教えていったらいいとかいうオーソドックスはないでしょ。ああ、何を教えたらいいかってことですか。そう、何を教えていいかって、どういう声かけだったり、どういう声、そうそうですよね、分かんないですよね、分かんないのよ。オーソドックスがないから、その決まり事とかさ、こういうアップとか。確かに。ああ、なるほど。それは多分そういうチームいっぱいあるから、でみんなそのなんとなく教えてると思うね。なんとなく教えてると今みたいにやっぱりいいレベルの仕上がり感というか、こう知識とかも経験も得られないまま、ちょっと自分も何を教えたらいいか。そっか、なんかそういうさね、講演会じゃないけど、なんかそういうやったら面白いかもしれないですよね。狭山市だったらとか川越とかだったらこう集まって、こういうなんかね、オーソドックスはとりあえずこれやっといたらいいみたいなのがあれば、多分だいぶ助かると思うんだよね。うん、小学生とかに限れば正面のボールを正面で取れることだけまずやってもらえれば、正面から来たボールを正面で取る、または正面に移動することぐらいで、うん、多分ご指導されてるから分かると思うんですけど、正直キーパーが簡単なボールを取れなくて負けちゃったとかって多分多いじゃないですか。多いと思う。普通にポロッ、いわゆるポロっていう、うんうん、それをなくすような基礎レベルの練習だけしとけば、まずは多分いいと思います、うん、そしたら多分それだけでも勝敗は変わるのかな。なんか飛んだりとか、うん、例えばコーナーキック出ろとか、それって結構難しくって、うん、でキーパーってこう何が難しいかっていうと、
フォワードの方が上手くなるのが早くないですか？なんかその早いね。それなんでか分かります？分かんない。それは主導側なんで、自分から自分から仕向けていくからね、はい、その何かをしたことを受けて考えなきゃいけない受動型のキーパーなんで、うん、発育って遅いんですよね、うんうん、なるほど、はい、だからちょうど僕が思ってるのは一学年下の学年でキーパーやるのが多分そのキーパーはちょうどいいんです。6年生だったら5年生ぐらいの試合やった方がちょうど動きの能力って合うんですよ。6年生の方やっぱレベルフォワード高いんで、うんうん、だそこはやっぱりちょっとそういうとこも考えながらやっていかないと、それを指導者が知ってると知らないじゃ、うん、なんで止めれないんだっていう言葉は多分出てこないようになるんじゃないかなっていう。そうだよね。そういうさ、今聞いただけでも少しこうイメージ湧いて、ああこういうふうに教えておこう、で、じゃあ正面だったらこうやって動かなきゃダメだなぐらいはちょっと分かるのわけよ。けど何もない状態でこうキーパー教えろってなるのはこれ大変で、でもやっぱさっきエビさんが言ったようにメンタリティの話じゃないですけど、教えられないことが悪いわけじゃなくて、その教えられないことよりも、うん、その子を守ってあげるような声かけだったりとか、うんうん、次があるよって言葉だったりとか、まあ、君がいるから試合が成り立ってるよって言ってあげたりとかって、そっちの方の方をむしろケアしてくれた方が、変に技術ばっか教えて、教えちゃうとできないのかって言っちゃう可能性があるから、うん、 そうだよね、そっちはやっぱその年代ほど大人の言葉っていうのはすごい影響力があるから、そっちの方が勉強した方がいいのかなと個人的には思いますけど、これね、多分今聞いてるあのジュニアのコーチたちはちょっと嬉しいというかありがたいと思う。俺もあ、なるほどねって、だ知ってるができるって勘違いしてる大人ってやっぱ多いんで、あー、知ってるだけで教えられないんだったら言っちゃダメなんですよ。なるほどね。ダメっていうの簡単だから、ダメっていうってことはその裏の責任としてはできるようになる指導ができないとダメって言っちゃダメなんで、うん、なるほどね、はい、確かに指導者は特にだったらどうやったらできるようになるかなぐらいっていう風に投げてあげた方がいいのかなって。そうだよね、難しいですねキーパーって。いやキーパーはね、キーパー難しいですね。だってやっぱ点取られたらね、やっぱみんながこう下向いちゃうし、しかもなんか守備とかのその前の段階でミスがあったとしても、うん、点を取られたことで、やっぱ丸々の飛び出しが悪かったっていう一発非難されてしまったりとか、見えてるね、見えてる、今日見えてるね。そういう指導者でもやっぱ多いと思います。そうだよね、うん、なんで止めれないんだの前に、なんでボールを失ったんだっていうところを言ってくれる指導者がいないと、うんうん、その上でキーパーがリスクをかけてやってるわけだから。そうですよね。だからそういう声がいっぱいある中で、うん、ちゃんとなんかそれを言ってくれる先生がいるっていうのはやっぱ大事ですよね。大事だ、多分心強いし嬉しいと思うよね、うん、だから少年団とかチーム、もしかしたらジュニアとかジュニアユース選ぶポイントはそこかもしれないですよね、うんうん、試合見に行ってみて、うん、そういう声掛けをしてくれてる指導者って多分いい指導者だと思うんで、うんうん、かといってなんか文句、なんかすごいシステマチックなことばっかり言いながらも、うん、きつい言葉投げてる人って意外とただのミーハーっていうか、うん、今のトレンドをこうだから、いやそのトレンドを小学生に教える必要は正直なくて、正しく止める、正しく蹴る、楽しくサッカーする、そう、ね、そういうところをやっぱり教えるのがジュニアの年代なのに、ね、サッカーを教えようとしちゃってるから。そうだ、ね、スポーツの素晴らしさとかそういうことをやっぱ教えるのがジュニアの年代だから、うん、そういうのを見た方がいいかもしれないですよね、うん、いい指導ってもしかしたらその年代によって求めるもの違うじゃないですか、うん、そこはやっぱり親が分かってると一番いいのかなって思いますけど。さすがだね。例えばさ、はい、チームにさこうキーパーがいない、うん、いないチーム、あ、ありますね、うん、で今日キーパーやりたいっすって言ってあげてって手あげない、うんうん、そういう時にキーパーがやりたくなるような野口圭介の魔法の一言とかあるの？いや、どうなんだ、僕のところってやっぱ やりたいそうだよね、やりたいそもそも論やりたい人が集まってくるよね。だったら例えばですけど、うん、僕とかそう逆算なんかちょっとなんか僕とかエビさんそのチームに行って僕がバンバン止めてる姿見てて、うん、これってキーパーってできる人って限りない少ないから、うん、できてる人が一番うまいからっていう風に言ってあげれば、うん、あ、うまいんだ、それに興味を持つ、うん、僕が一番っていうのに興味を持って手を挙げただけなのと一緒で、うん、キーパーをやりたいかどうかよりも活躍してる姿を見てやりたいって思うかもしれないしっていう入り口は多分いろいろあるか。じゃあ俺はバンバン止めるしかねえな。そうですね、僕打ちに行きますね、うん、逆だろ逆ですか、うん、俺取れるから
そういうところだと思います本当に。そうだよね、とかいろいろ子供たちにも聞くと、順番でたまたまやってた1回で、うん、自分が止めて勝ったっていうのが嬉しかったっていうのは本当に些細な、別にキーパーやりたくてやったとかじゃなくて、キーパーやったら嬉しかったがつく、ね、嬉しかったでね、からそういうののこうちっちゃいこうスパイスを入れていってあげればいいのかなと思いますね。なるほどね、はい、確かに。なんかあの話結構遡りますけど、うん、あのオリンピックで、うん、確か谷選手が PK 止めましたよね、うん、なんか、はい、あれとかもなんか谷選手って結構直前まで全然日本代表呼ばれてなくて、うん、直前の3月ぐらいで呼ばれて、でオリンピック代表で正ゴールキーパーとして出て、であの1個止めただけで本当にこうファンが一気に増えたというか、うん、増えたよね、もうあの一瞬だけで本当に英雄になったじゃないですか、うん、やっぱなんかキーパーってリスクたくさん負ってるけど、その一個でボンと価値が上がる、ね、なんか本当にもう唯一無二のポジションですよ ね、 そうだね。でやっぱ解説とか見ててもなんか日本のサッカーだなって思うのが、シュートを外しましたっていう、いやシュートを止めたのにキーパーが、うん、キーパーがシュートを止めたんじゃなくて、うん、シューターがゴール決めれなかったっていう言い方をするじゃないですか。するね、うん、だから日本は弱いんですよ。なるほど。だって止めたんだから。キーパーが止めたんだから、はい。止めた方をピックアップしなきゃいけないのに。そうだよね。止められた方をピックアップしちゃってるから。なるほどね、ああ、確かに。あるあるある。なんかあの、最近も、あの、ガンバ大阪と浦和レッズの試合で、うん、終盤の方に、あの、浦和の田中達也選手が、ほんと2メートルくらいの距離から打ったボールを東口選手止めたんですよ。うんうん、でもそれに対して、なんで田中は決められないんだみたいなっていう声の方が多くて、やっぱり ね、うん、でもそれって東口選手がその2メートルの至近距離で止めたことがすごいのに、やっぱこっちにフォーカスされちゃってる。いやそう、なんか今聞いて思いました。あの小島選手いたじゃないですか、うん、あの機嫌のベル、はい、うん、あの方が解説するとすごいキーパーのことを、あ、よくキーパー触りましたね、今のいいシュートですね、でもキーパーナイスキーパーでした、なるほど、ね、言ったりとか、そういうところもやっぱ一つ一つが、確かに確かに NHK とかそうだと思う、はい、大事なんじゃないかなとは思います、両方言ってくれる方がいいですよね、うん、だっていいプレーをし、いいシュートを打ったのも事実だし、それを止めたのがいいセーブだから、うん、そういうところもやっぱつながってくる、そういうちっちゃいことから興味を持ってくる子もいるかもしれないので、うん、確かにそれは大事かもしれないですね。なんかさ、 PK がさ上手なキーパーっているじゃん、はい、あれってキーパー別個PK が上手なキーパーっていう、あ、まあ、べ、まあ、つながってるものはありますけど、うん、まあ、得意不得意はあるんじゃないですか、PK、単純に用意ドンってできる選手と、うん、流れのゲームの中で発揮できる選手とっていうのはあると思うんで、うん、そうだよね、でももちろん PK ってやっぱり単純に止めるっていうキーパーとして大事な要素が含まれてるんで、うん、やっぱキーパー PK が上手な選手は、まあ、ある程度その基礎技術はあるんじゃないですかね、うん、あれも完全に読みでしょ、まあ、読みとあと読みかそっちにかけらさ、まあ、トップトップのレベルだったら多分右に何本蹴ってる、左に何本蹴ってる、多分あの奥選手の PK も川口選手がこう川口のコーチがこうアドバイスしてっていうのあったと思うんですけど、多分ジュニア年代とかだったらそんなのないじゃないですか、対戦相手が誰とか分かんないからって時は、そもそもの試合でテクニックなプレイヤーなのかパワープレイヤーなのかっていうのだけはやっぱ意識しとかないと。なるほど、テクニックはだ、うん、じゃあ例えば今で言うなら、うん、パワー系ってどんな J リーガーの選手を思い浮かべます？パワー系、フォワードですか？僕たちの、じゃあ分かりやすく言うと中山さん、ゴン中山さん、ゴン中山さんボカンって蹴るイメージ、ボカン、じゃあ牧野選手とかみたいな、あ、そうですね、バーンってイメージなのと、遠藤選手と中村選手って言ったらパワー系かテクニック系かって言ったら、まあ、どっちパワー系だったらある程度もどっちかに決めとくっていうのあるけど、テクニック系だとちゃんと駆け引きっていうか、これ最後まで見るっていうのは大事かなとか、なるほどっていうのはあるかもしれないですよね。あとは何本目に蹴るのかとか、うん、あとは試合の前半の PK なのか後半の終わりの PK なのかっていうのはやっぱ変わってくるじゃないですか、変わってくるんですよ。その例えば前半だとプレッシャーって違くないですか、うん、うん、そうだね。あとスコア0-0なのか、ね、0-1なのか、うん、でその選手が今までどういうハードワークをしてどれぐらい疲れてたのかとかっていうのでもやっぱり大事になって、そういう意味ではデータですよね。データか、はい、確かに。その上で予測してかけるっていうだけなんで、適当に右かなとかっていうのはあんまないかな。もうあれはでもキーパーの位置に任せるところでしょ、見せ場でしょ。そうそうそう、 PK ガッセなんて特に、うん、
楽しくてしょうがないですよね。やっぱ嬉しい。いやだってもう決められて当然って言ってくれてるところを止めたらもうヒーローですよね。止めな唯一 キーパーが止めなくても怒られないシーンじゃないですか、言うなら。そうだね、はい、PK 合戦って確かに、はい、って言ったら決めるのが当然って言われてる相手の方がプレッシャーですよね。そうなんだよ。なんかあの例えば蹴る選手があの一歩待ってから蹴るときあるじゃないですか、うんうんうん、それをキーパーがちゃんと飛ばずに待って止めたときとか、よくキーパー待てましたねみたいな言ってません？いやもうあれ待てないですからね、まあ、すごいですよね。待てない、やっぱもうビビっちゃってやっぱ飛ぶから。あやっぱ飛んじゃうんだ。ああ本田選手あの真ん中ぶち抜くって多分相当メンタリティですよね。真ん中ってそうで動かなかったら普通にこうやって、ちょっとこうやってやったら手で飛んじゃうね。堂安選手とかも結構真ん中切りますよね、うん、だから難しいですよ。いやすごいな、こう出ちゃうんだ。いや多分僕我慢できなくなっちゃうんです。やっぱ重心と力にクッてなる、絶対なるもんね、はい、でもそれがテクニック系だとそれでクッて変えれるから、うん、やっぱ待たなきゃいけない。確かにテクニック系は最後まで見るだ、うん、でも見ないじゃないですか、エビさんって見ない、はい、もうねここって決めちゃう。だから逆にそういうタイプだと例えば味方とか相手が全部自分の得意な方と同じ方ばっか蹴ったら多分ドキドキしちゃう、うん、全部右にしか蹴ってない。そういう時はねちょっと強く打つじゃないと怖くてそういうキーパーがほら読んできてるから、そういう駆け引きをするみたいな。いやでも本当心理戦ですよね。心理戦だと思うキーパーは。そう、ね、でも楽しいですよね。楽しい。だってキーパー止めないと勝てないじゃないですか、うん、まあ、外すとかはそうだね。そういう意味では面白いですよね。もう見ている方が一番ドキドキしますもんね、PK 面白い。でも一番緊張するのは自分の番のキッカーになった時じゃないですかキーパーが、はい、キーパーが回る時あるからね、たまに。ああもうグループ11番目とかになっちゃった。やっぱキーパーにキーパー蹴るってやっぱ嫌だ。お互いそら同じ。いやもう僕はどっちかって言ったらもうここって決めたとこしか蹴らないんで、ああもう多分嫌じゃないですかね、お互い。その方がなんか気持ち的に俺は楽なのね。もう駆け引きとかできないんで、うん、もうここに蹴るっつって、そこにしっかり蹴れたら絶対止めれないってコースがやっぱりあるじゃないですか。ある。あとスピードが速ければ、はい、絶対あるんで、うん、それだけやってますね。へえ。ぜひ PK にも注目してもらって。そうだね、はい、J リーグ、B リーグともに。そうだよね。ちょっとまとめにかかってるか、はい、でも時間いい時間になってきたんですよ。いいペース配分できてます ね、はい、いや本当に時間もしっかり、クロージングもしっかり。じゃあなんかまあもうね十分、はい、バンデの話も野口圭介さんがどういう人かも分かったんで、やっぱ最後はあのちょっと教えてほしいんだよね。すげえいいこと聞きそうなんですか、はい、キーパーとはって。それなんか事前の質問になかったな。キーパーとは、僕は、うん、キーパーとは、うん、社会で活かせるポジションだと思います。社会で活かせるポジション、やっぱ例えばコーチングしなきゃいけないじゃないですか。後ろから周り見なきゃいけないじゃないですか。じゃあ友達が落ち込んでる時にどういう言葉をかけた方がいいのか、確かに先輩や後輩がって時どういうことをじゃあ見なきゃいけないのかっていうのをやっぱ言ってるん でやっぱ例えばサッカーでいいキーパーになりたかったら、近いところにゴミが落ちてるって気づく選手と気づかない選手ってことは、味方の相手の選手がフリーかどうか気づくかどうかだよね。うーん、じゃあそのゴミを拾うことができる選手だったらゲーム中マークをつけれるよね、確かにっていう風に言ったりとかできるんで、うん、やっぱりその世の社会とリンクしているところはいっぱいあるポジションじゃないかなって思います。ああ素晴らしい、いいこと言いましたね。いや本当に本当すがしかさんの歌を流したいぐらい今。ありがとうございます。ちょっと著作権上無理。あそうだね。ありがとうございます。いやでもキーパーっていうのは私新しい見方をできたね、はい、ありがとうございます、ね、どうでしたかさらちゃんもキーパーね。いや本当に楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかじゃあもうお時間が来たみたいなんで、はい、じゃあ最後の締め、さあちゃんいいですか。はい、ということで、はい、本日のゲストはバンデゴールキーパーアカデミーの野口圭介さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ゴーゴーフットゴーゴーフットありがとうございます。なんかちょっと決まっちゃったよね。最後にちょっとなんかふざけてくれるかなと思って。いや、やっぱ魅力って溢れるものなんで。あ、出すぎた。はい、出すぎてる。この放送は親切丁寧業務用エアコン清掃アレオ様と川越富士見の上福岡
3店舗ある醤油豚骨ラーメンのラーメン御用様のご協力のもとお送りいたしました。